三菱水島 FC 三菱自動車水島 FC 三菱自動車水島 FC は岡山県倉敷市で活動する社会人サッカークラブ。故障は三菱水島 FC である。母体は三菱自動車工業水島製作所。多くの選手が機関校として働いている。1946年に三菱自動水島 FC として創部。 1990年代に入ると中国サッカーリーグで競合チームとなり2005年シーズンから JFL に5年間参加2010年のみ鍵歴史の事情により1年間は岡山県軍一部以降中国リーグに在籍しているチームカラーは赤相性のアダマントアダムントとはギリシャ語でダイヤモンドの語源であり 英語では断固とした強固なという意味で母体である三菱グループのスリーダイヤから連想している。マスコットキャラクターは桃太郎をモチーフとした桃助、小桃ちゃん、守るくん。かつては女子サッカーチームレッドアダマント FC が存在していたが2008年度をもって廃止された。1946年に終戦で荒廃した水島地区の地域レクリエーションの 工場を目指して、三菱自公水島 FC として設立され、1965年から岡山県の社会人リーグに在籍。県内の実業団サッカーをリードするチームとして長年活躍。1979年に中国サッカーリーグ昇格を果たしたが、1982年に岡山県リーグに転落。 その後1990年に8年ぶりの復活を果たしてからは中国リーグで常に上位に君臨。1992年に初優勝して以来2004年まで中国リーグ5回の優勝を達成。2004年度の第28回全国地域リーグ決勝大会で初優勝を果たし JFL 昇格が決定した。これを機に 地域密着型チーム運営を目指すことになった。ただ JFL 昇格後の成績はかんばしくなく、多くの選手が機関校としてに交代勤務で1週間おきに夜勤があるため、なかなかベストメンバーで試合ができず、チームは会に低迷した。JFL 昇格1年目の2005年は勝ち点8で16、チーム中最下位だった。特に後期は勝ち点を3しか上げられず、 2005年から2006年にかけて15連敗を喫することになる。ちなみに、三菱水島が2005年から2006年に記録した15連敗は JFL のリーグワースと記録である。2006年も苦しい戦いとなり、前期は17位と残留争いに巻き込まれたが、後期はチームが持ち直した。最終順位は17位になるも、佐川急便東京 SC と、 佐川急便大阪 SC の合併で全国地域リーグ決勝大会上チームとの入れ替え戦の対象が18位チームだけになったこともあり JFL 残留を果たした。2007年は自力で残留を果たす。2008年も降格圏内に低迷。しかし上位チームの J に昇格に伴い引き続き JFL 残留を果たしている。同年には 同県のファジアーの岡山 FC との岡山ダービーが実現した。2008年末、世界的な経済情勢の悪化から、今後の活動について運営費削減及び活動縮小が懸念された。これに対し、ホームスタジアム、岡山県笠岡陸上競技場のある笠岡市が同クラブが地域スポーツ振興の中核的な存在であるとして、活動存続を要望した。 2009年も引き続き JFL に在籍したものの、所属選手の半数近くが雇用保険やアルバイトで生計を立てる状況で、チームも再開に低迷。さらには遠征費どころか JFL 加盟料を捻出することが困難な状況になったため、同年9月30日 JFL 事務局に脱退する書面を提出、同年10月30日 JFL 臨時表現会にて認められ、 成績に関わらず降格が決定した。三菱自動車では長引く不況の影響で、社営水島病院が範囲閉鎖に追い込まれるなど、リストラ策が進められており、本業以外に対する支出に厳しい目が向けられていた。降格以外の理由での JFL 脱退であるため、全国社会人、サッカー連盟の規約上中国リーグ側から、参加登録を拒否されたこともあり、2010年はさらに、 その下の都道府県リーグである岡山県リーグ一部に課することとなった。2010年、岡山県リーグ一部を無敗で優勝。中国地域県リーグ決勝大会で準優勝。2011年から中国リーグに昇格した。2016年6月、三菱自動車による燃費データの改ざん問題を受けて岡山県サッカー選手権大会。 天皇拝見予選への参加を辞退した。10月、第52回全国社会人、サッカー選手権大会で優勝。11月の全国地域、サッカーチャンピオンズリーグ2016は1次ラウンドを3戦全勝で、決勝ラウンドに進んだが3戦全敗に終わり、大会を4位で終えた。2017年、13年ぶりに中国リーグ優勝。全国地域、 サッカーチャンピオンズリーグ2017では B グループで FC チアの前方、アミティエ SC 京都に連敗、最終戦を待たずにグループリーグ敗退が決ます。中国リーグ時代は以下の通り、JFL 時代は5000人以上収容スタンドが求められていたこともあり、公式戦会場は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。